Misaki,って知ってるか? 3年3組と、Misaki、26年前の話だ。 そいつさ、1年の頃から人気者でさ、 頭も顔も性格も良かったらしいんだ。 だから、生徒にも先生にも好かれててさ、 ところが3年に上がってすぐ、 その Misaki が死んじゃったのさ。 それでな、みんなものすごいショックを受けてさ、 そんな中で再びが言い出した。美咲が使ってた机を指さして、美咲はそこにいる、美咲は死んじゃいないって。それから3分じゃその後もずっと美咲は生きてるって無理をし続けることにしたのさ。結局その日は卒業まで続いてさ、卒業式の時は校長のために美咲の席が用意されたらしい。 最悪を止められるかを伝えようと思って。いいか、死者を死に返せ、死者を死に返すんだ。それが始まってしまった最悪を止める方法だ。そして今年の死者は美咲芽衣です。どういうことでしょう。